なんだなんだ、まったくどうして酒を飲むのにこんなに苦労せんにゃならんのか。これもすべてあのドルマゲスのせいじゃ。あやつがわしらに呪いをかけたせいで。それにしても哀れなのは姫じゃ。せっかく婚約も決まったのに、よりにもよって馬の姿とは。なんじゃ、来とったのか。意外に早かったの。して、ドルマゲスの行方はつかめたのか。何事じゃ。今のは姫の声のようじゃったが。大変じゃ。姫が、ミーティアの姿がどこにも見当たらんのじゃ。こいつはいけねえ。足としたことがうっかりしてたでガス。この町の連中は人の過去や事情には無関心だけど、人の持ち物には関心ありまくりでガスよ。それはつまり、我が愛しの姫がこの町の住人に角沸かされたという意味なのか。おっさん、落ち着けよ。さらわれたにしてもまだそう遠くには、少なくとも町の外には行ってねえはずだ。おおそうじゃな。今は姫を見つけることが何よりじゃ。聞いての通りじゃ。一刻も早くさらわれた姫を探し出して犯人の魔の手から救うのじゃ。998枚999枚1000枚と。親父のやつ目が利きやがるぜ。あの馬の品の良さを一発で見抜くた。さすがは闇商人ってとこか。まあこの金斗様にとっちゃ馬泥棒くらい朝飯前ってもんさ。誰だお前。まさかあの馬の持ち主。貴様か。わしの可愛い姫をかどわかしたのは貴様なんじゃな。なんでこんなとこに魔物がいるんだ。あの馬は魔物の姫だったのか。誰が魔物じゃ。とにかく姫を返せ。今すぐ返せ。返さぬとひどい目に遭わせるぞ。許してくれ。あの馬が魔物の姫だったなんて知らなかったんだ。この通り馬を売った金は返すから、どうか命ばかりは。貴様、姫を売ったと申すか。構わぬ。こんな奴は切り捨ててしまえ。まあ落ち着けよおっさん。こんなチンピラ切ったって兄貴の名が汚れるだけってもんだぜ。おいお前、馬姫様を売ったってのはひょっとして物乞い通りにある闇商人の店か。へえ、その通りです。よくご存知で。よし、なら売った金をよこしな。言っとくが、ごまかしたりしたらただじゃおかねえかんな。どうぞ1000ゴールドです。本当にこの金額で売ったんです。どうやら一安心でガス。今の話に出てきた闇商人ってのは実はあっしの知り合いでしてね。あっしがこの金を返して頼めばきっと馬姫様を返してくれるでガスよ。それは本当じゃな。そうと分かればこうしてはおれん。早くその闇商人の店に向かうぞ。お、ヤンガスじゃないか。今日はどうしたんだ。久しぶりに盗品でも売りに来たのか。いや、そうじゃねえ。今のあっしはこっちの兄貴と旅をしてて、盗賊稼業からは足を洗ったんだ。それよりあんた、最近酔いどれ金斗ってやつから馬と馬車を買わなかったかい。実はその馬と馬車は兄貴の持ち物なんだが、その金斗ってのに盗まれちまってな。で、野郎を問い詰めたら、この店に売ったって白状しやがるから慌てて駆けつけたんだよ。金斗なんぞに盗まれるた、
お前さんともあろうものがついていながら油断したもんだな。ま、それはそうと、その馬と馬車だが、確かに金斗のやつが売りに来たのを買い取ったぜ。買い取ったんだが、その言いにくいけど、もう売っちまったんだよな。あんだって？それでどこの誰に売ったんだ？すぐに取り返しに行かねえと。それがな、さらに言いにくいんだが、買ってったのはゲルダなんだよ。ゲルダってあの女盗賊のゲルダかよ。冗談きついぜ。すまねえな、俺にはどうにもできねえや。あとはお前自身で何とかしてくれよ。ゲルダのやつに話があるんだ。悪いが通らせてもらうぜ。な、てめえはヤンガス。ゲルダ様がてめえなんかに会うもんか。帰れ帰れ。ガキの使いじゃねえんだ。帰れと言われて素直に帰れるかよ。いいから三下は引っ込んでな。ぐっ、誰が三下だと。さっきから想像しいね。部屋の中まで声が丸聞こえだよ。すいません、ゲルダ様。礼儀知らずの客が押しかけてきまして、すぐに追い返しますんで。ヤンガスのやつなんだろ。もういいから通しちまいな。私が直接話をしてやるよ。ゲルダ様がそう言うんじゃ、仕方ねえな。ほらよ、通りな。あんたが私のところに来るなんて珍しいこともあるもんだ。で、話ってのは何だい？ゲルダ、お前さんが闇商人の店で買ったって馬のことさ。あの馬を譲ってくれねえかい？あれはもともと俺の旅の仲間の持ち物だったのが盗まれて闇商人の店に並んでたんだよ。金額についてはお前の言い値で構わないぜ。正直きついが、なんとか用意してみせる。相変わらず率直な物言いだね。あんたのそういうとこ嫌いじゃないよ。でもあの馬は売らないよ。毛並みといい、従順そうな性格といい、実にいい馬じゃないか。私は本当にいいものは手元に置いときたくなる性分なのさ。いくら金を積まれても譲れないね。どうしてもダメか。仲間のためなんだ。俺にできることなら何だってするぜ。へえ、あんたの口からそんな言葉が聞けるなんて驚いた。よっぽど大切なお仲間らしいね。いいだろう。ただし条件を出させてもらうよ。ここから北にある洞窟のこと、まさか忘れちゃいないだろう。あの洞窟に眠るというヴィーナスの涙って宝石をあんたに取ってきてもらおうじゃないか。じけ、お前未だにあれよ。だけどよ、あの洞窟は昔俺が。あんた今何でもやるって言ったばかりじゃないか。男が一度言ったことを翻すのかい。とにかくヴィーナスの涙を持ってきな。そしたらあの馬のことも考えてやろうじゃないか。We'll be right back.
の涙か。とうとう手に入れてやったぜ。兄貴、実はね、あっしが昔この洞窟に挑んだのはあのゲルダのためだったんでガスよ。今でこそあいつとは単なる商売敵でしかないんでゲスがね、あの頃は足も青くてね。ゲルダのやつも今みたいにおっかない感じじゃなくて、正直ちょっと憧れてたんでさ。それであいつが欲しがってたヴィーナスの涙を取りに来たんですが、結局怪我して逃げ帰るだけでがしたよ。まさか今になってこんな形で手に入れることになるとは思いもよらなかったでげすよ。もしあの時守備よくこの石ころを手に入れてたらどうなってたんでがしょうね。おっと、今の話は他言無用でがすよ。あっしの苦い青春のメモリーでげす。ほれ、ヴィーナスの涙、確かに持ってきたぜ。この美しさ、どうやら本物のヴィーナスの涙みたいだね。さすがはヤンガスってところか。さあ、約束通り、あの馬と馬車を返してもらうぜ。私がした約束は、確かヴィーナスの涙を持ってきたら馬を返すのを考えるってことだったね。じゃあ今考えた。やっぱりあの馬は返せないね。この石ころはあんたたちに返すよ。な、約束が違うぞ。女盗賊ゲルダともあろうものが、そんなガキみたいな理屈言うなよ。約束、そういえばあんた以前私にこの宝石をくれるって約束してなかったの？何を今さら、そんな大昔の話を。自分だって約束破っといてよく言うよ。とにかく私はあの馬を手放す気はないからね。お前の言う通り、あの時の約束を破ったのは悪かった。お前が俺に腹を立てるのも無理はねえ。でも今回のことは俺一人の問題じゃねえんだ。仲間のためにも引くわけにはいかねえ。この通りだ。俺はどうなってもいいから、頼むからあの馬を返してくれ。分かったからもうやめな。大の男が簡単に頭なんか下げるもんじゃないよ。それじゃあ、あんたを困らせてやろうと思ってたけど、バカバカしくなってきたよ。あの女のことは好きにすればいいさ。でもその代わり、ヴィーナスの涙はやっぱりもらっておくよ。それが約束だったんだからね。ああ、もちろんだ。ありがとうゲルダ。それと本当にすまなかった。ったく、鬱陶しいね。これでもう用は済んだろう。どこへなりと行っちまいな。実はゲルダ様から前もって馬を返す準備をしとけって言われてたのさ。なんだかんだ言ってゲルダ様、あんたらがヴィーナスの涙を持ってくるって信じてたみたいだな。姫や、怖い思いをさせてすまんかったの。これからはいつでもわしが一緒にいてやるからな。もうお前を残して酒場に飲みに行ったりはしないと約束するぞ。おっさん、いつの間に。さて、こっちはいつでも出発できるぞ。次はどこを目指すのじゃ。そういや、いい加減留守にしてた情報屋の旦那が帰ってきてもいい頃だな。おっさん、とりあえずもう一度パルミドへ戻ろうぜ。どこへ向かうにしてもドルマゲスの野郎の行き先を知らなきゃ話になんねえだろ。うん、できればあの町には二度と近づきたくないんじゃが、仕方ない。パルミドに戻るとするか。